皆さんこんにちは、こんばんは。スイの時間割のスイです。今日は私のデスクツアーをしていきたいと思います。まず座った時の私の視界はこんな感じです。左側に行くと木の棚があります。上には季節に合わせて、ダイソーで買ってくる花を置いています。木の棚の中には昔の iPod であったり、今は使ってない iPhone だったり、あとは書類などが置いてあります。裏紙も置いてありますね。そして左側からパソコンのモニターとキーボード、そしてライト、いろいろと人形が置いてあったり、アロマキャンドルやカメラが置いてあったりします。右側にはちょっとした棚が置いてあります。細々としたものも置いてあります。これは一番下に置いてあったマイメロディの缶の中に置いてあるものです。修正テープはシャーペンの芯、消しゴムや髪の毛を留めるやつ、あとはクリップや蒸気などが置いてあります。マイメロディ色が強いのは私が44歳にもかかわらずマイメロディが大好きだからです。そして続いては私の癒しグッズですね。左からアロマキャンドル、ソネングラスの中には青い鳥とピンクの花を入れています。気分によっていろいろものを入れ替えます。こちらはクスノキの匂いがするアロマですね。この木の中にクスノキのオイルを垂らしています。もちろん木が置いてある金の皿もマイメロディです。このようにして気分によっていろいろなものを入れ替えています。続いて私が使っているラーニングタイマーですね。私は普段カウントアップ機能を使っています。これのように押して1日何時間くらい勉強したかを見ています。はい、こちらもマイメロディです。すみません。そしてこちらは私が集めている人形たちですね。馬や小鳥、うさぎ、ワオキツネザル。このワオキツネザル一番好きです。アヒルの親子とホワイトタイガーのオスメス、そしてもう一頭馬ですね。こちらを机のいろいろなところに散りばめておいています。右側の棚に移ります。この棚はどこかの雑貨屋さんで買ったものですね。ちょっとアンティーク調で気に入っています。そして一番上には、レインボーマジックというイギリスの小学生ぐらいが読む英語の本が置いてあります。そして右側のこのリングノート、このリングノートには自分の好きなものや行ったところ好きなものだけ書いてあります。そして右側のこまごまとしたちょっと汚く見えるんですけれども、これは自分なりにまとめた英語の必要な時にさっと出してみる自分専用の英語の辞書みたいなものですね。そして以前動画で紹介したスタディープランナーが置いてあります。そして一番右側にはこのピンク色のプラスチック製のクリップボードが置いてあります。これを使っていつも私は紙に文字を書いています。そして左側に行くと私がいつも使っている参考書が入っている棚がありまして、その一部分にペンホルダーを挿しています。そうですね、この中にはいろいろ普段使うシャーペンやボールペンが入っています。ハサミも入っていますね。このクマのものは使わないんですが入れてます。そしてマイメロディのシャーペンシル、またマイメロディの4色ボールペン、そしてさらにマイメロディのシャーペン。44歳ですがやはりテンションが上がる文房具を使って勉強することがいいかなと思います。そして机の引き出し、ちょっと乱雑なんですが、右側には修正シールや文房具のストックですね。それからクリップですとか乾電池、あとは付箋ですね。それから大切なメモがいろいろと入っています。そして左側の引き出しには自分が好きなものだけ入れています。
マイメロディがここにもありますね、すみません。あとは友達からもらったキャンディーのカンカンであったりとか、可愛らしいブローチとかも置いています。ブローチ、まあいいか。そしてこの浜寿司でゲットしたルービックキューブ、一生揃うことがありません。もう分解するしかないんじゃないかと思っていますが、一応これも私の中で今ブームになっているので、この大切なものを引き出しに入れています。羽ペンなんかも入れています。 XJAPAN の缶バッジも置いてありましたね。そして机の前には、覚えたいものが貼ってありますね。これは簿記2級のものですね。あと右側には数学の公式なんかも書いています。こんな感じで、私のデスクツアーを終わらせていただきたいと思います。皆様最後までご視聴ありがとうございました。